豪がサブロー、ニッケルのぶんちん、ええ、お話しするわ。あたしどうせおしゃべりだわ。だけどあんた、本当に誰にも話さないでちょうだい。だってあたし、あの人に悪いんですもの。もう一年になるわね。 去年のちょうど今頃、もうセルがそろそろ肌寒くなってこれら騒ぎが大分下火になった自分よ去年といえば随分嫌な年で新聞には毎日のように自殺だの人殺しだの発狂だのって薄気味の悪いことばかしいそれにあんた知ってるでしょ妙な泥棒のこと。 ねそら機体に大きなうちばかり狙ってどこから入ってどこから出たのやらちっともわからないのにいつの間にか金目のものがなくなっていたり用心すればするほど面白がって思いがけない方法で忍び込んだりしてどこからでも入るからまるでラジオのようだというので新聞に「ラジオ小僧」なんて書かれて随分騒ぎだったでしょう。 それにとうとうおしまいにはご恩になった先生があの死にようでしょあたし本当に悲観しちゃったわ。ラジオ小僧といえばあんたあの話知ってる去年の春だったか牛込のある屋敷の郵便受けの中に銀行の通帳と印料が入れてあって昔借りっぱなしにしていたのをお返しするって。 ていなえがしてあったという話新聞に出てたでしょあそこの主人は清水っておじいさんでなんとか議員をして上辺は立派な紳士なんだけれども実は卑しい身分から成り上がった成金で慈悲も人情もない氷菓子なのよ今じゃもう警察のご厄介になっておまけにボケちまって誰も見向きもしないけれども 本当にひどいやつで、先生の亡くなられたのもつまりあの凹凸張りのためだわそんな欲張りじじいだから手前んとこの郵便箱に届いた聞いたこともない人の通帳が入れてあったのを普通なら気味悪がって届けるものを昔貸し倒れになったのを返してきたんだろうなんてのこのこ銀行に出かけたんだわところが 銀行では盗難の届けの出ていたところだからたちまちじいさんは警察へ突き出されちゃったの何べんも言うようだけれどじいさんは欲張りで倹約だーなんて大金持ちのくせにいつでも薄汚いなりをしているもんだから何とか議員だって警察には通じえしないわそれでとうとう一晩拘留させられたのよ痛快じゃないこと ところが泣きっ面にハチというのはじいさんが警察に泊まっている晩にラジオ小僧に入られたのよこのことは新聞に出なかったんだけれども訳があって私は知ってるの郵便受けの中へ銀行の通帳を入れたのもラジオ小僧の策略だったんだわほんとにいい気味ったらあれやしない私は 本当にこのじじいがきらいでしかたがなかったんだけれども月のうち12度はきっとうちへやってくるのよそうしちゃ診察所の帳面を調べたりしょせいさんたちやあたしに用を言いつけたりそりゃあ恩なの先生はあんな優しい方でしょ黙って平気で見ていらっしゃるんでしょあたし はがゆくって仕方がなかったわ。あたしバカね。一年もご奉行しながら、なんで清水の豪っつくばりがこんなことをするのかわからなかったの。男はやはり賢いわ。着物の柄を見ることなんかダメだけれどもね。下村さんや内野さんは書生さんの名前よ。二人ともあたしより後から来たんだけれども。 ちゃんと分かったと見えて教えてくれたわ何でも先生がご研究のお金に困って清水からお金を借りなすったんだってそれがひどい仕組みでどうしても返しきれないようになっていてんにりがかさんでとても大変なお金になったんですってそれでお宅の方も診察所の方も すっかり低に取られて、月々の収入も大方は清水に取られてしまって先生の方へはほんのぽっちりしか入らないんですって会計の方は一切清水が握っていていわば先生は清水の懐を肥やすために毎日働いていなすったんだわ先生はいろいろご本をお書きになって世界に知られた方だったし ごのも名誉を思えばこそ清水にそんなひどいことをされても黙っていなすったんだわそれに奥様は長いご病気でずっと床に突き通しですものねあたしこのごろになって先生のお心持ちを察するとほんとに独りでに涙が出てくるわ 普通の人間だったらどうせいくら稼いだって他人の懐を肥やすだけですもの働くのもいいかげん嫌になるはずだけれども先生は患者さんにはそれはご親切だし前言ったように診察は名人だったからなかなかはやったわでもね亡くなりなすった少し前から一層研究の方におこりになったので自然 患者さんも前ほどではなかったようだったわですから奉公人の数も私の来た当座とは少し減ったの診療所の方は薬剤師が一人と会計の爺さんとでこの二人は通いその他にさっき言った下村さんと内野さんの書生が二人外に看護婦が二人 これはずいぶん顔ぶれはぶ顔が変わったわ。ったしかし看護婦なんてものは起きているうちは病人を豚の子かなんぞのように扱って寝てしまえば自分が太った豚みたいにグーグーいびきをかいてそれこそ蹴飛ばしたって目を覚ましやしないんだから誰だってかまやしないことよ奥の方はごはん炊きが一人奥様好きが一人 それにあたしが先生好き。ええ私は旦那様とは言わずに「先生」って言ってたのごはん炊きはもういいかげんのばあさんで台所ばかりにいたし奥様好きはおよねさんといっていっぺん片づいた人で私よりは十年くらい年上でしょうおとなしい人でそれに寝たきりの奥様についているのですもの しみじみ話す暇もなかったわええお子さんはなかったのそういうわけで診察所の方の人たちと口をきくのはあたしだけと言ってよいくらいだったわそりゃあたしがおきゃんだからだけれども先生の駒かいですものそりゃあどうしたって診察所との交渉が多いわよええこりゃ看護よ それで、初生さんの下村さんとうちのさんがとてもすてきなの。そりゃあいい男なのよ。あらん、そんなこと言うならもう話をよすわ。二人とも二十四五だったわ。うちのさんが何でも三月か四月に来て、それからひと月ほどして下村さんが来たの。二人とも江戸っ子だったわ。無論、お互いに前は尻っ子なし。 よくくうまく揃ったものだわね。どっちもいい体格でね肉体美っていうのねでっぷり太っているんでなしにスラリとしているんだけれども肉がしまっているんだわ下村さんの方は色が白くてニコニコするとそりゃあ愛嬌があるんだけれども目元に少し剣があってねどっちかというと考え深そうな顔でした内野さんは、 少し浅黒い方でハイカラな言葉で言うとそりゃあ明るい顔なのだからまあ下村さんの前では打ち解けて話しても心の隅にはどこかこう四角張ったところが残っているような気がするのが内野さんの前では心底から打ち解けて気が許せるというくらいの違いはあるのええそりゃまあどっちかといえば内野さんの方が好きだったけれども 下村さんだって好きだしあたし困るわあたしだけじゃなくてよ誰でもきっと困ると思うわ学問のことはあたしにはわからないけれども二人とも何でもよく知っているらしいのよ頭だって両方大したもんよ難しいことを言ってよく議論するの昼間ならまだよいけれど夜遅くまで書生部屋でやるんでしょあたし 寝られなくっっって困たたことがあったわ私にはよくわからないけれども2人ともちっとばかしいほらあの社会主義ととかか言うんでないかと思ったわ先生は後から考えてみるとあの頃少し変だったわ先の短い人のように1分1秒を惜しんでせっせと暇さえあれば書斎にこもって書き物ばかししてらしたし それにこうなんとなく打ち沈んで元気がなかったしあたしだか近いうちに変わったことが起こりそうでしかたがなかったわあの晩ね酔いのうちに内野さんと下村さんの2人でそりゃあ大議論をしたのよ先生は書斎でいつもどおりご勉強でしょあたしお次に座っていると 女性部屋で2人が大声で言い争っているのがよく聞こえるのでしょあたし嘩になりやしないかと思って心配して止めに行こうかと思っているうちに先生がお呼びでしょうはーいってお部屋へ行くと下村とうちのを呼んでこいってんでしょあたしきっと叱られるんだろうと思ってひやりとしたわ。2人が入ってしまうと、私 次で聞き耳を立てていたんだけれども、大分ん,んみりした話と見えてちっとも聞こえないの。そのうちにお茶がなって紅茶を持っておいでというのでしょう。様子を見ると叱られている風でもないので、あたし安心したわ。紅茶をあげてから、そう十一時ごろでしょう。二人は書生部屋へ帰って寝ちゃったの。 先生はまだご研究に起きていらっしゃったようでしたがもう寝てもよいとおっしゃったので部屋へ下がって寝たのよ私ウトウトとしてふと目を覚ますと書斎の方でなんだか変な物音がするのよ先生がまだ起きていらっしゃるのだろうと思って寝返りを打とうと思って廊下の方を見ると真っ暗でしょいいに明かりがついていれば、 それががさして障子が白く闇に浮かぶはずなんですもの。はっと思うと目がすっかり覚めてしまったの念のため手探りで障子を開けてみると真っ暗でしょう。その途端に確かに書斎から人の出てくるような気配がしたの「あたし震え上がっちゃったわ」とこの中に潜り込んで布団をかぶっていたのしばらくすると あたりはしーんとしとて、もももう物音も何も聞こえないでしょ私小アごは起きて電灯をつけてみたのそれからまたしばらく息を凝らしていたけれども別に何の変わったこともないので少し元気が出てきて廊下伝いに書生部屋へ出て廊下の外から下村さん内野さんと呼んだの二人とも ふだんはそりゃめざといんだけれどもその時に限ってグーぐーうぐういびきをかいているのでとてもダメだと思って部屋へ帰って寝てしまったのとても書斎の方へ行く元気はなかったわなかなか寝つかれなくてそれでも明け方にトロトロとしたでしょ外が少ししらんできたと思うともう起き上がって気になっていたもんだから 先生のお休みになる部屋を第1番にのぞいてみると前の晩にあたしがとっておいたとおり「とこがちゃんとして先生のお休みになった様子がないじゃありませんか」。あたしは「はっ」と思って急いで書斎へ行ってドアをコツコツたたいてみても返事がないでしょ胸をドキンドキンさせながらこわごわ扉を開けてみたの。 そうすると先生は後ろ向きに椅子にかけて正面の大きな書き物机に持たれてがっくりとこううたた寝でも遊ばしているような格好なんでしょう先生先生と呼んでみたけれどもちっとも返事がありません私もうたまらなく不安になって書生部屋へ駆けつけて2人を起こしたの内野さんも下村さんもなかなか起きないんですものね ずいぶん困ったわ。やっと目を覚ました2人に先生が変だと言うと2人はまるで鶴から放たれた矢のように部屋を飛び出したわ私があとから追いかけていくと扉のところで2人が話しているの「君ちょっと待ちたまえ下村さんの声手袋をはめて入ろうじゃないか誰かこの部屋を荒らしたようだから指紋を消してしまうといけない」 内野さんも意義がなかったと見えて2人とも書生部屋に引き返して手袋をはめて書斎へ入ったの。変に丁寧なことをすると思ったわ。あたしも後からそっと部屋に入ると驚いたわ。本箱の中の本は残らずと言っていいくらい外へ出して開け放しのままや閉じたままに積み重ねてあるし引き出しは残らず引き抜いて そりゃもう部屋じゅうはちゃめちゃにひっかきまわしてあるの。先生は相かわらずじっとしていらっしゃるでしょうつかつかと先生のおそばへ寄っていってねかたへ手をかけておこそうとおもってふと首のところを見るとまっくろなものがべっとりとついているのをよく見るとそれが血なんでしょう。 私内野さんが抱きとめてくれなきゃきっとあそこへひっくり返ったに違いないわこれでやったんだら下村さんがそう言って先生のそばへしゃがんだので見ると血のついた文珍が足元のところに落ちていたわこの文珍というのは先生がフルスカップって空大きな西洋の景色ね あれを広げたまま抑さえるために特別におこしらえになったので長さ1尺以上あるでしょう。ニッケルなんですってあたし掃除をする時によく持ったけれどもそりゃあ重いもんよいつだったか先生が冗談に「やえ、これで力いっぱいぶたれるとひと思いだよ」とおっしゃったことがあったけれども 本当にこれでぶたれてしまいなすったんだわ。下村さんも内野さんも妙な人よ。私に何も触っちゃいけないと言って、2人で一生懸命に手袋をはめた。てで、そこらじゅうひっかきまわしてと言ってもそりゃあ丁寧なのよ。ちゃんと元の通りにしておくんですものね。口なんか少しも効かないの。窓の様子を調べたり、床の上を這い回ったり、 壁たたいてみたり「あたしこう思ったわ」きっと2人とも近頃流行りの「探偵小説」にかぶれて「名探偵気取り」で犯人を探そうと思って競争してるんだと2人はよく競争するんですものねえあたしがいるからだって冗談でしょ2人ともなかなかそんな人じゃなくてよそれで 私二人があまり探し回るからちょっとからかおうと思ったけれども場合が場合でしょう。それに二人があまり真剣なんですものね手持ちぶさたでもあり気味悪くもあり部屋を出ようとすると内野さんが「やいちゃんまだ他の人には知らさない方がいいよ」と言ったので私は自分の部屋へ帰ったけれどもどうしてよいのやら いても立ってももたたっっまらなかったわ。そのうちに下村さんが警察へ電話をかけたらしいの8時ごろだったでしょ自動車でドヤドヤと大勢お役人さんが来たの私たちみんな順繰りに調べられたわお役人さんって妙ねひげを生やした立派な身なりをした人が 痩せこけたみすぼらしいおじいさんみたいな人にヘイヘイするんですものねあのおじいさんがきっとハンジさんとかケンジさんとか言うのよまあケンジさんにしとくわ私は知っているとおり言ったわ指紋とかを取られたわ他の人たちもみんな簡単に済んだらしいけれども下村さんとうちのさんは随分調べられたようだったのしまいには たにらべれようよ。うつまりね2人とも何も知らないでぐっすり寝ていたのがおかしいというのでしょうそれに物取りだとか遺恨だとかとにかく先生を殺したやつは診察所の窓から入って書生部屋の前を通り書斎へ入って後ろから先生を分鎮で一うちに殺しておいて悠々と底いら中を探し回って 裏口から逃げたというのが警察の見込みで。それに診察所の窓は1つだけ。中から掛け金が外してあったらしいというので、一層2人が疑われたんだわ。文鎮はどこに置いてあったかって、あんたもけんじさんみたいなことを言うのね。私、それを聞かれるとちょっと困ったわ。妙なもので毎日見ているものでも。 出し抜けに部屋のどの辺にあったかと聞かれるとちょっとまごつくわね私、私多分先生の書き物机の左肩にある別の机の上に置いてあったと思ったわえ,えええ先生の死骸は何でも死後何時間とか言うので教講は前の晩の2時ごろと決まったんです内野ささんんと下村さんは、 尋問が済んで書生部屋へ帰ると何かこそこそ話し出したの「紅茶」という声が聞こえたので私は思わず聞き耳を立てると「君どうして検事に先生の前で紅茶を飲んだことを言わなかったのだい」内野さんの声「君こそどうして隠したんだい」下村さんの声「僕は」 先生に迷惑がかかりはせぬかと思ったので言わなかったよ。僕もまあ、君と同じわけだが、もう一つは、君が迷惑しないかと思ってね。何僕が内野さんは驚いたようだったわ。どういうわけだい君はぐっすり寝ていて、何も知らなかったというのは本当かい残念ながら本当だよ。 君が何をしても知らなかったさ。妙なものの言い方だね下村さんは案外落ち着いているわ僕こそ君が何をしても知らなかったのだよ二人で疑りっこしてるのだわ私二人ともよく寝ていたことは知っているのだから喧嘩になるようならそう言ってあげようかと思っているといい塩梅に それっっきり話がしまいになったらしいの。そうこうしているうちに大変なことが持ち上がったの奥さんはほら前に言った通り瀕死の病人でしょ先生のことなんかお耳に入れるとどんなことになるかわからないのでお役人も考えていたらしいのですけれども聞かなきゃならないこともあるし話さずに置くわけにはいかなくなったのでまあ お米さんが引き受けて遠回しに話し出すと奥さんは案外平気なんですって気丈な方ねそしておよねさんに「旦那さんは金がねもしものことがあったら書斎の西北の隅の腰ばめの板を少しずらすと鍵穴があるからそこを開けると遺言が入っているから」 開けてみるように。とおっしゃっていたからといって奥さんは預かってあった鍵をお出しになったのよお役人なんてやっぱり慌てるのねお米さんが自分で持っていくのは嫌なものだから鍵をあたしに頼んだんでしょあたししかたがないから書斎に持っていったのそうすると「ん治さんでしょう」う痩せこけた上役らしい人がしかつめらしい顔で受け取って と聞くでしょ私たちいつでも右左って言ってるんですもの出し抜けに西だの東だのったって容易にわかれしないわ考え込んでいると丸顔の太ったもう一人のお役人が磁石を出しかけたのところがそれがズボンの帯皮に鎖が絡まってなかなか外れないの 太っているから自分の腰のところがよく見られないのでしょう慌てるから帰ってなかなか取れないのんじさんは少しイライラしていたようだわやっと鎖が外れるとほらあの金でできた磁石によく蓋がついているでしょあれなのよそれでなかなか蓋が開かないのんじさんはとうとう感んを起こして下村さんか内野さんかを呼ぶつもりでしょう 壁に取り付けられたポッチを一生懸命に押し出したのびのつもりなんでしょうけれどもあれは伝統のスイッチなんですもの誰も来る気遣いはないわ年寄りのくせに新式のスイッチを知らないんでしょうかね私教えてあげようかと思っているうちにやっと磁石の蓋が開いたのえっとこっちが北で、ね、こっちが西と。 この隅ですでと机の置いてある真後ろの隅を刺したのおじいさんはやっと壁の手を離してその隅へ大急ぎで行ったわそれから二人で一つ一つはめ板を揺さぶったけれどもびくともしやしないわとうとう諦めて私に書生を呼んでくれと言ったの私が内野さんと下村さんを連れて帰ってくると さんさが、君北西というのはこの隅ですねと今まで探していた隅を指したの2人はやっぱり男は偉いわねすぐに「いいえこの隅です」と机とちょうど反対の隅を指したわ「君は一体何を見たんだ?と」とけんじさんが怒鳴ったの。 磁石を見たのです。若いほうも少し怒りながら言ったわ見せてみたまえ年寄りのほうがひったくるように磁石を受け取ってしばらく見てたっけバカな君はどうかしているこっちが北だから君の言うほうは東北じゃないかそんなはずはありません若い方は、 むっとしながら磁石を受け取ったのそれから頓杖な声を出したわおや変ださっき見た時と針の刺し方が違うバカなことを言っちゃいけない磁石の針が5分や10分の間に狂うものか不に落ちないのでしょう若い人は黙ってじっと磁石を見つめていたわ議論はともかく いを出さればならならでしょう。北西の隅というのは大きな本箱のあるところですものね音係で本箱を動かしてねんじさんが調べるとねじきに板のずれるところが分かって鍵穴があったの鍵は無論合うし訳なく遺言状が出たわ奥さんでなければ開けられないので私が枕元に持っていって開けたの中には、 色々細かいことが書いてあったけれども別に一枚の紙があって思いがけない大変なことが書いてあったのよほど興奮してお書きになったと見えてブルブル震えて字の大きさや行なども不ぞろいだったわ私読んでいるうちに青くなっちゃったわ私はきっと清水に殺されるに違いない私は ほんのわずかな借金がもとで、清水に長い年月さいなまれてきた。私は、ただ彼の奴隷として生きながらえたのだ。私は涙をのんで耐え忍んだ。私は研究がかわいかったのである。私は、ただ研究が完成したかったのだ。ところが清水は、私のその大切な研究を、 金になりさえすればというので、ひそかにうかがっているのだ。彼は一方に私の復讐を恐れるのと、一方にこの研究を手に入れたいために私を邪魔しているのだ。私はきっと清水に殺されるにそういない。もし私が編集をすれば、それは。 清水のの手にかかったのだ。よく覚えていないけれども文章はまあこんな風だったと思うわ奥さんの言いつけでこの衣装を持ってケンジさんのところへ行くとさすがのおじいさんも驚いたようだったわそれから1時間ほどして清水のゴーツクりが書斎へ連れてこられたのまるで死人のような真っ青な顔をしていたわ何しろ 文鎮には立派に清水の指紋がついていたことが分かったのでしょう。前夜遅くまで家に帰らなかった言い訳はできないし先生との関係がどんなふうだか下村さんたちが言ったし先生の書き置きでしょとても逃れるところはないんですものね青い顔をして焦然としているのを見るとあたしは本当にいい君だったわこいつが先生を殺したんだと思うと くらしくもあったわ私そう思ったわ清水のやつ文鎮で先生を殺しておいてええ傷口はぴったり文鎮とあったのよこれで撃ったことは疑いの余地はないのそして自分のことを書いてある書き置きのあるのをどうかして知っていてそれを取ろうと部屋中探したに違いないとねなんてつずしいんでしょう 私たち3人またんじさんの前に呼ばれて清水のことで調べられたわお前は被害者が清水宛てに手紙を出したことを知ってるかって聞かれたわ私そんなこと知らなかったの下村さんたちも知らなかったわ先生の手紙は大抵私が出しに行くのですから私ならまあ知っているわけだわ清水がこう言うんですって 昨日の昼先生から秘密の容団があるから今晩遅くに来てくれという手紙をもらったのですってそれで夜出かけたけれどもセンに一度銀行の通帳のことで一杯食わされたことがあるのでなんとなく気が進まずうちの前まで来てそのまま帰っちゃったんですってだっておかしいでしょ先生の手紙が通帳の一件とは何の関係もないし。 それに先生の手紙は「破いてくれ」とあったのでそのとおり破いたのですって怪しいわねそれに研究のことを言うと真っ青になったんですものなんて言ったって清水のしたことに違いないじゃありませんかだけどどうしても白状しないのよ甚ははだ差し出がましいようですが下村さんが 出し抜けにけんじさんに行ったの？本件には1位に矛盾したところがあるように思います。第1には今日来たる文鎮には歴然と指紋があって、犯人が部屋中を捜索したと認められるにもかかわらず、他に同様の指紋が現れないことで、強行後、手袋をはめるということはちょっと常識では考えられません。つまり。 犯人が2人いたかあるいは指紋が凶行前すでについていたかそんなことはないわよ私思わず下村さんに言ったのだって先生はあの文鎮がさびるのが心配で終始拭いていらっしったし私も毎朝一度はきっと拭くんですもの私も下村くんの説に賛成です内野さんが言ったの この本箱を探した男は明らかによほど背の低い男ですご覧の通り下から出した本を積み重ねて踏み台にしています清水さんなら無論踏み台なしで届きましょう私はなんだか二人で清水の火星をしているようで憎らしかったわ二人は清水の回し物かしらと思ったわだって清水はあんなに先生を苦しめたやつじゃありませんか なにも弁護するあたらないと思うわ。清水はひっつったデスマスクのような顔を2人の方に向けて目で拝んでいるようだったわ文珍の長さはどれくらいでしょう下村さんが私の思惑などお構いなしに聞いたわ約1尺ということじゃがんじさんの答えもっと詳しく知りたいのです 刑事ってんでしょうが、清水のそばにくっついていた人は、しぶしぶ巻き尺を出して測ったわ。11インチ4分の3。え、間違いはありませんか大丈夫ですか内野くん。内野さんの方を向いて。君とほら、2、3日前にあの文鎮の長さの掛けをしたろ。う。君は長さを覚えているかい インチ分の7内野さんがきっぱり答えたわめいめい考えていたんでしょうしばらく誰も口をきくものがなかったわ私も考えてみたんだけれども何のことかちっとも分からなかったわ下村さんは陳紙木工という形内野さんはごそごそ本箱の辺りで何やら調べ始めたようでした 鎮を削ってみてみ下村さんが突然叫び出したので私びっくりしたわ下村さんの言うことがもっともらしいのでお役人も言うとおりに削ってみたけれどもやっぱり中までニッケルだったの下村さんの考えはメッキじゃないかと思ったのでしょう中までニッケルですかがっかりしたように言って またた腕を組んで考え出したわ。すると今度は内野さんが怒鳴り出したのあいつだそうだあいつだみんなびっくりして内野さんの方を見たわ皆さんご存知でしょうドイツ語教師古田祥五郎をあいつですここへ忍び込んできたのは私二度びっくりしたわだってこの古田の話は やっぱりあのラジオ小僧と関係してつい先頃新聞にやかましく出された不思議な事件ですものね今でこそもう覚えている人はあまりありますまいが当時は知らない人ってなかったでしょう古田というのはねどっか私立学校のドイツ語の先生で片手間に翻訳なんかしている人なの新聞に写真が出てたっけが くしゃくしゃっとした顔でまるでチンねそれでいて頭が割合に大きくて背が人並み外れて低いっていうのですからお化けに近いかもしれないでも頭が大変よくて翻訳なんか上手なんですってこの人が突然行方不明になったんですわ女将さんが心配してこの女将さんの写真も出ていましたが そりゃあ別品よ。私くらい買って、冗談1個だしよそのおかみさんが方々を探しても見つからないので警察へ届けたのそうすると何でも家出してから45日目におかみさん宛てに手紙が来て余儀ない事情で23週間家に帰らないが決して心配することはない愉快に暮らしているからって 手紙の中にはお金が入っていたのですって警察でも売っちゃっといたらしいのそうすると手紙通り3週間目かにぶらりと元気のいい顔をして帰ってきたのよ警察でもいろいろ聞いたらしいけれどもはっきりしたことは言わなかったんですってその時はそれでよかったんですけれども1ヶ月たつとまた家出をしたの23週で帰ってくると置き手紙がしてあったので 今度は女将さんも騒がないでいると2週間ほどすると今度は青い顔をして帰ってきたんですって3度目が大変なの例によって23日留守にしたと思うと清水のじいさんのうちで切り傷をこしらえて気絶していたのその時は何でもじいさんに翻訳の頼まれ物をしていたらしいのですがその晩に強盗が入ったの。 人のうちだから黙ってりゃよいのに抵抗したんでしょう切られた上にぶたれて気絶しちゃったの傷は浅かったんだけれどもひどくぶたれたんですね警察でも随分調べたけれども手がかりがちっともないのそれに清水のじいさんは盗っ人が怖いから随分用心しているのでそう容易には入れないはずだしそれに先にそら 銀行の通帳の一件があったりしててっきり例のラジオ小僧の仕業となったのよ新聞でもそう書き立てたのそしたら「そりゃあラジオ小僧が怒ってね新聞に投書したのよ大胆な泥棒じゃないこと俺はラジオ小僧なんて名乗った覚えはないが人がそう言うのは多分俺のことと思うがそう言ってくれる通りどこから入ったか どこから出たかわからぬように立ちはたらくのが俺の腕のすぐれたところで俺は人に姿を見られたことはない言わんや切れ者を振り回したり傷を負わしたことがあるものか少し不可解な事件が起こると自分の無能を隠すためにあれもラジオ小僧これもラジオ小僧と俺に責任を負わせるのはごめんこうむる。 とえらいけんまくなの警察では薬きとなって探したけれどもとうとう捕まんなかったわそれからしばらくするとまた二晩古田がいなくなったんですっておかみさんもしかたがないから放っておくと二晩目の夜中に押し入れの中でうんうんうなるような声が聞こえるのですって。 なおかみさんとみえておし入れをあけるとながもちの中でひとがうなっているようなので家政婦とふたりでこわごわあけるとげんざいのごて主しゅがうしろでにしばられてさるぐつわをはめられていたんですってかわいそうににちゅうやほどじぶんのいえのながもちにはいっていたんだわ半し半しょうになっていたんですって。 かわいそうに、何でもいきなり後ろから来て縛られちゃったのでどんなやつにやられたのか少しもわからないというのです今度こそ昇進まがいなしのラジオ小僧にやられたんだわこれはほんとでしょう今度はラジオ小僧も新聞に投書しなかったからそれにしてもそれだけのことを家の人に気づかれないでよくやったものね その古田がここへ来たというのでしょう。みんなびっくりするのは当たり前だわご覧なさい内野さんはあっけにとられているみんなの顔を見ながら言ったのこうして開けてある本がみんな大型のドイツ語の本でしょ引き出しでも何でも大きいものばかり抜いてあるでしょう。私は金々先生から聞いていましたが先生のご研究をう すもううというやつがあるのですそれで先生は書き上げると秘密の場所に隠されるのです先生のご研究は机の上を見てもわかるとおりみんなフルスカップに書いてありますだから隠すにしても大型の本か大きい引き出しでなければならないのです古田はドイツ語が読めますだから彼は、 きっと先生のドイツ語で書かれた研究を盗み出そうという一味の一人に相違ないのです彼は背が低いそして何よりも動かすべからざる証拠はここに挟んである紙切れです彼は多くの本を調べていくのにまごつかないように済んだ文には小さい紙切れを挟んだのです白紙のつもりであったのが彼の翻訳の原稿の書き損ないでも入っていたと見えて この保護に彼のにがあります。私は実は古たにドイツ語を習ったことがあるので彼の首席はよく知っています歯切れのいい口調でまるで朗読でもしているような朗らかな声で堂々と言うのでしょう。私すっかり聞きほれちゃったわ他の人もみんなそうだったのところがね下村さんだけがねこの人は さっきからでみしてんがえこの時ちょっと内野さんのしゃべっている顔を見てニヤニヤと笑ったわでもすぐ元の顔になったから気がついたのはきっと私だけだったでしょうんじさんも古田のことは知っていたと見えて内野さんの渡した紙切れを見るとすぐ古田を捕まえに刑事をやったわ清水のじじいは。 相変わらず顔を歪めて化石のようにつたっ,っていたわ。もう一本の分身を探す必要があるね。しばらくすると内野さんが下村さんに言ったの。うん。確かに二本あるに相違ない。たとえわずかでも寸法が違うからね。しかしもう一本が鉄にメッキしたものであるとしても、どうしてすりかえることができるか。 今落ちているのが鉄でなければ説明がつかない下村さんは独り言のように言ったのそうかうちのさんがそりゃ大きな声を出したわあたし飛び上がっちゃったわ君の考えはすてきだ君ニッケルでいいんだよ恐ろしい計画だったなさあ天井裏だ こういうかと思うと内野さんはたちまち窓にスルスルと登ってひさしに手をかけ洋館の屋根に上がってあの汽車の日よけ窓のようなシャッターのはまっている小さい窓を外しだしたわ下村さんもすぐ後ろから登ったわしばらくすると内野さんが天井裏へ入り込んだので続いて下村さんも入ろうとすると中から内野さんが何か渡したらしいのしばらくすると 二人でなんだか重そうな電気の機械みたいなのを抱えて降りてきたわ。これがコイル。これがマグネットです。コイルに強力な電流を通じると、マグネットに強力な磁力が生じます。ちょっとやってみましょう。内野さんは机の下を探し回って、太い電線を見つけて繋いで、それからさっきの壁のスイッチを押して、ニッケルの分鎮をそばへ持っていくと、 パチッと音がして吸いついちゃった私びっくりしたわ分鎮が手伝ったらおそらく下村くんは1時間も前に謎を解いたでしょう純粋のニッケルが磁石に吸い寄せられることはちょっと人の知らぬことです先生は天井裏にこれを仕掛けて電流を通じて分鎮を天井に吸い付かせ次に電流を切ってそれを 自分の首の上へ落としたのです自殺ですさっきほらあの方の磁石が狂ったでしょあの時は偶然んじさんがこのスイッチを押しておられたので磁石が机の方を刺したのです文鎮は2つこしらえてあってかねて清水さんの指紋を取ってあった方を使ったのです賢治が清水さんにかかるように仕組んであったのは十分なるわけがあるように思いますこの機械のそばに、 この通り、もう一本のニッケルの文珍とそしてもう一通の先生の遺書がありましたこの書き置きは警察宛てだったのですぐ開けられたの私は検事さんが読んでいるうちにハラハラと熱い悔し涙を流したわ「心外なる警察官諸君私はこの第二の遺書が」 私の死を幾日にして開かかれるかを知らない。私が改めて言うまでもなくこの遺書の見いだされる日はすなわち私の死が自殺であることが明らかになる日で清水に対する嫌疑の晴れる日である私はこの遺書の発見せられる時期が彼清水が私に加えた亡霊に対する復讐に 必要にして十分なる程度に長からずかつ短ざるを祈る短すぎたわ先生が生きて復讐することができないで死んであだを取ろうとあれだけ苦心をなすったのにこうむざむざと見つけられるとはあのごつくクりになぜもっと大きな天罰が与えられないのでしょうあのごつくクりに なぜもっと大きな天罰が与えられないのでしょうあたし涙がとめどなく出て仕方がなかったわみんなの思いも同じでしょう暗い顔をしてしばらくは誰も口を聞くものがありませんでもあとはもう古田の問題だけでしょう殺人でなかったのでケンジさんたちはホッとして帰り自宅を始めたわ 清水はうれしいんだかなんだか気抜けたようにポカンとしていましたっけそうすると突然内野さんがケンジさんを呼びかけたのですケンジさんまだ少し事件が残っています私は清水氏を古田と共謀して先生の研究を盗み出した人として告発したいと思いますそれからこの下村くんも無罪ではありません彼は 診察室の窓を開けておいて古田の忍び込むのに便宜を与えましたまあ下村さんがそんなことをしたのかしらじゃあ下村さんは清水の手先だったのかしらけれども何か内野さんの思い違いじゃないかしらもし思い違いならずいぶんひどいわそれとも普段の議論の仇討ちかしらそんならなおひどいわ こんな場合にそんなことを言われちゃどんなに迷惑するか知れやしないけれども内野さんがそんな卑怯なことをする気遣いはないし私随分思い迷っちゃったわでも下村さんは割合に平気だったわよこう言われるとケンジさんだってうやむやにするわけにはいかないでしょ内野さんの言うことを聞き出したの私は外へ出されちゃったわ それからどうしたものか下村さんと清水さんは警察に連れて行かれちゃったわ悪いことは続くものその晩とうとう奥さんも亡くなっちゃったの内野さんが万事取り締まって一日置いて寂しいお弔いを出してね奉公人はそれぞれ暇を取って帰ったのですが私内野さんと変になっちゃってね 下村さんを警察へやっちゃったと思うとなんだか内野さんが頼もしくない人のように思えてどうも前のようにはならなかったわそれでも別れる時に「八重ちゃんさようならご縁があったらまた会いましょう」と言われた時にはなんだか心細くて涙が出たわそのあとのことはあんたも新聞で知っているでしょ 清水と古田は先生の研究を盗もうとした罪で刑務所へ入れられたわ清水はあの日殺人の嫌疑が逃れられぬと思ったためにすっかり驚いてしまってその後、頭脳がほうけるまでダメになっちゃったそうだわやっぱり天罰ね先生のご研究というのは何でも戦争に役に立つことなんですってこれは無事に 陸軍だか海軍だか知らないがちゃんとその方へ収まったんですってただ思いがけなかったのは下村さんが警察へ行く途中で逃げちゃったことだわ私まさかそんなことする人とは思わなかったんですけれどもね人ってわからないものと思っていたのそうしたら何でも23か月たって清水や古田のことがすっかり落着した自分よ 私のこちらへ上がっていることをどこで知ったのか内野さんと下村さんとからしかも妙じゃないこと同じ日に手紙が来たの私下村さんの方から読んだのです心外なる八重子さんご無事にお暮らしで結構です陰ながら喜んでいます私もおかげで無事です あの日警察へ行く途中で私が逃げたので驚いたでしょう私もあの日はかなり骨を折りましたよ何しろ相手が内野くんという業のものですからねあなたにもいろいろわからないことがあるでしょうだからあなたにだけそっと知らせてあげますよ事の起こりはね清水が先生のご研究を横取りしたことなんです先生のご研究というのは 戦争に使う毒ガスなので非常に秘密にしておられたのですそれを清水が嗅ぎつけて何の研究だか知らなかったんですがとにかく金にさえなればというので借金の返済を盾に嫌おうなしに取り上げたのですもっともまだ完成していなかったのですが大部分は清水の手に渡ったのですところがドイツ語で書いてあるので 清水は自分は少しも読めないから誰かに翻訳を頼まねばならなかったのですがうかつには手が出せないので古田を秘密に呼び寄せて割のよい報酬で訳させたのですところが古田が無断で家を出たものだから留守宅で騒ぎだしいろいろ物騒な話のあった頃で世間もやかましくなりそうだったので途中で一度返したのです 2度目に古田が清水の宅で翻訳をしているときにラジオ小僧本人はこの名を大変嫌がっているのですがという例の盗っ人が清水を狙って例の銀行の通帳でおびき出して留守宅へ入ると思いがけなく古田が翻訳をやっていたのでちょいとその原稿を失敬したのです無論一部分でした清水も用心して。 古田に少しずつ渡していたのですそこでラジオ先生うちへ帰って読んでみるとなかなか面白いもので次第に寄ったら金になりそうなのですそれで様子をうかがっていると3度目に清水に呼ばれた時古田のやつ狂言強盗で入りもしない泥棒にほんのちょっとかすり傷を負わされてひどい目に遭わされたように見せかけ 残りの原稿をすっかり自分の懐へ入れちゃったのです新聞でラジオ小僧の仕業と書き立てたでしょそこでラジオ小僧が怒って古田の家へ侵入して彼を縛りつけて探したけれどもちょっと原稿のありかが分からなかったのですこれがまああの古田の身の上に4度まで起こった怪異事件の真相ですその後ラジオ小僧は、 のの出所を先生とところと悟りましたつまりこうして研究の原稿が古田とラジオ小僧と先生最後の方ですねとの3人に分かれてしまったというわけですそこでラジオ小僧は虎剣に飛び込んだのです先生のところにいれば先生の持っている分を引きさらうし はかりごとで古田をおびき寄せて彼を脅して原稿を出させることもできますである日ラジオ小僧は古田に清水の偽手紙を書いて先生の書斎の本棚の中に最後の文が隠してあるから奪ってこいと言ったのですそうしておいて彼はそっと診察所の窓を開けておくようにしておいたのです古田が来れば捕らえて 脅して原稿を吐き出させるつもりだったのです。ところがこうか不こかその晩ある人の術作によって紅茶の中に麻酔剤を入れられて前後不覚に寝かされてしまったのです先生はあの晩に清水をおびき寄せて話の最中に電灯のスイッチを切って部屋を真っ暗にするとともに例の「 清水の指紋のついている文珍を自分の首に落として自殺を遂げる清水が慌てて逃げ出す拍子に私たちに捕まるとこういう計画だったらしいのですところが清水は来なかったのですからラジオ小僧が起きてまごまごしようものならかえってひどい目にあったかもしれなかったのです紅茶を飲んだのはあるいは幸いだったかもしれません先生は 古田が忍び込んできたのをご存じだったのでしょう思う存分探させておいて彼が出ていくのを見届けてからあの巧妙な自殺を遂げられたのです私はあの日ちのくんの頭脳には感服しましたちのくんがいなかったら私にはあの日に解決がつけられなかったかもしれませんそれから ちのくんがダッとのごとく天井裏へ駆け込んだ鋭さ彼は先生の研究の最後の結果が天井裏の電気仕掛けとともに隠されていることをとっさに見破ったのですそれから驚いたのは診察室の窓のことで先手を打ったことですあれはちのくんが開けておいたのですそれを私にかぶせたのは一つには先手を打って 私に言い出す機会を失わせ一つには私を遠のけて天井裏のどこかへ一時隠した原稿をゆるゆる取り出すつもりです私はわざとその手に乗って警察へ行く途中から逃げ出したように見せ刑事と共に古田の家へ行きましたこれは大変好結果でした古田は証拠を消すために 先生から取った原稿を焼こうとしているところでしたからもう一足遅いと先生の研究は永久に葬られたわけです内野君は古田は人の目につかぬところに原稿を隠しているから彼を刑務所へやってから探すつもりだったらしいが彼が焼き捨てようとは思わなかったのでしょうもうお気づきでしょうが内野君はすなわちラジオ小僧です 私は私は私立探偵です先生に身辺を保護すべく頼まれたのでしたが今考えてみると先生は私に清水を捕らえさすつもりだったらしい紅茶に酔わされたために先生の目的も私の目的も達せられなかったのでした多分親切からでしょうが紅茶に催眠剤を入れた方は そんみ罪作りの方ですではさようならお体を大切に私読んでいるうちに本当にびっくりしちゃったわなんだかうちのさんの方の手紙を見るのが怖いようだったけれども思い切って開けてみたの私の好きなやえちゃんごきげんよう相変わらずじれったいんでしょう私もおかげで達者です 私のことももうそろそろ分かった自分でしょうあの日は全く苦戦でしたよ何しろ相手が下村くん実は木村清くんという業のものですものねただあの場を切り抜けるだけならわけはなかったのですが先生のご研究をそっくり頂戴したいと思いましてね古田の忍び込んできたのはもともと私がおびき寄せたのですから 証拠がなくったって私にはちゃんと分かっているわけです実は彼をその場で押さえて原稿の在りかを言わせるつもりでしたが紅茶に酔わされてダメそこでそれを逆用して古田のことを言い立てて検事の信用を博するとともに古田を刑務所に送ろうとしたのです無論留守中に彼の家から原稿を盗み出すつもりですそれで かねて古田の手から奪い取った彼の翻訳の原稿の切れ端を手早く書物の間に挟んでそれを証拠に古田の来たことを言い立てたのですが検事はじめ余人はだませましたがたちまち木村君に見破られたらしいのです私はもう行けないと思いました先生の仕掛けに気がついて天井裏に潜り込んだ時に予期したとおり最後の研究の原稿は見つかりましたが 運び出すこびすとができたぶん多分診察所の窓を開けておいたことも木村くんは気づいているだろうと思って先手を打ったのでしたが思えば危ないことでしたとにかくこうして先生の原稿の頭と尻尾は手に入ったのですがどうなかを思いがけなく古田の手から木村くんにしてやられました木村くんがお互いに国のためでもあり 先生のためでもあり一つにして陸軍省へ出そうじゃないかそのかわり君のことも確たる証拠は何一つないのだから何も言わぬというので私も潔く原稿を差し出しました紅茶のごちそうどうもありがとうあれは私には幸いでもあり不幸でもありましたそれからいつかもらった写真ねあれは 私の身元が分かってはあんたも嫌でしょうからお返しします返さなくったってよいのに私思わず声を出して言ったわ最後にパラリと封筒から出た台紙のない手紙の半身姿の自分の写真をビリッと破っちゃったわどうというわけもなかったのそれにしても二人とも偉いわね 私が紅茶の中へカルモチンを入れたことを見破ったわよあれはそらあの晩2人が大議論したでしょそれから先生に呼ばれたでしょあとであの続きをやられてはかなわんでしょうそれに喧嘩にでもなってはいけないと思って2人に飲ましたんだわそしたら夜中にあんなことが起こってしまってほんとに困ったわ2人をああして寝かさなければ 先生は助かか。ったのでしょうかまさかそんなことはないわねだって先生は覚悟の自殺ですものそれとも清水にもっと疑いがかかってあの機械仕掛けのことがああ早くわからなかったかしらそれとも内野さんなんかが疑われてもっとこんがらがったでしょうか何にしても先生に対して 悪かったんでしょうかねそうだとするとあたし悲観してしまうわ